はい、えー、どうも、トミーでございます。はい、まあ、今回もね、ちょっとなんか、いたたまれない、えー、事件が、まあ、ここ最近、うん、いたたまれない事件が本当に、えー、多くて、まあ、この YouTubeUGB チャンネルでも、まあ、そういう事件のことをね、あのー、取り上げて、えーまあ、話してはいますけども、まあ、ここ最近で取り上げたニュースっていうのは、 まあ NG、NGT、え、のー、メンバー、えー、山口メンバーです。山口メンバーじゃないよ、山口さんですけど、まこちゃんね。うん、まあ、その山口さんがね、あのー、まあ、そのファン、ファン二人まあに、まあ、その半ば、えー、まあ、強姦というか、まあ、その暴行というか、まあ、そういうのをまあ、受けたという、えー、ね。 とかね、そこれがなんかこうメンバーの誰かが関わってるんじゃないのかとかっていうこととかうんまた先日ねこの YouTubeUGP チャンネルもまあ賛否両論ありましたけども <laughs> まあその22歳の、まあ、女性がですねまあその12歳の男児に、えーまあ、その性的暴行っていうまあ性的暴行あ強制性交 うんまあ、エッチなことをしたという、えーまあ、そういう話が、まあ、ありましたでかなりやっぱりそういう、うん、まあその強姦とかねあの強制性交とかっていうこの性に関わる問題っていう、えー、ものに関してはものすごくまあこの一般的にもなんかこう関心が深いのかなと、えー、思うんですよ、うん、本来その性に関する問題っていうものはまあ 本来はまあ人間まあ誰しもまあその性とはまあ密接に関わるものですから本来はまあ望まれてそのセックスというかその性的え関係を望んでお互いに望んで持つということは全然これは構わないんですけどもその望まない強制性交という形がねえまあ山口さんの場合はそうだったかどうかはわからないですけどもま少なくともその12歳の男児はえその まあ22歳のお姉さんに、まあそのまあ、成功かどうかわからないけども、それに、えー、似て非なるものなのかどうかわからないですけども、そういうことされたと。で、まあ、その、山口さんのじゃなくて、その22歳の、えー、女性、えー、高知県高知県だっけ高知県だっけ高松の女性でしたよね。愛、え、媛、ー、県あれちょっともう覚えてない。な,なんだっけ 高松だっけ、まあ、覚えてなないいごめんなさい、まあ、四国の女性がね、まあ、福岡、福岡だっけ、福岡の男児ですよね、福岡の男児に、まあ、その強制成功を行ったっていう、で、これがね、またそのコメントを、まあ、たくさんの方にね、あのいただきまして、えー、なんかその <laughs>、 やっぱりその荒野行動っていうのがどっかで噂されてたんですけど、あの、オンラインゲーム、知り合ったオンラインゲームっていうのがその荒野行動だったらしいです。えー、まあ、それは、あのー、ここにコメントしてきてくれる方がね、まあ、絶対本当のことを言ってるかどうかっていうのはそれはわかりませんけども、まあ、あのー、そういう話も、ここでわざわざコメントして出してくれたんで、僕はその人たちのコメントを信じます。はい。なんで、まあ、コメント、 では、まあ、その荒野行動の、その、界隈の中では、まあ、結構、その女の方、22歳の女の方は結構レベルの高い、えー、方だったらしいです。<laughs> うん。で、その、<laughs> 男の子、えー、もうね、あの、その、お姉ちゃんにね、まあ、そのお姉ちゃんっていうか、22歳の、その、成功を行った、えー、基成功を行った、その、お姉さんにね、ものすごく懐いてたというか、 まあ周りから見るとその恋人関係みたいにイチャイチャしてるっていうかラブラブしてるみたいなとこはあったらしいんです。だからまあそのあくまでもその僕のこの動画でコメントしてた人たちの中でそういう話が出てたのでまあその信憑性がどうのこうのっていう話になってしまうとうんちょっとわからないですけどもまあまあ予想通りなのかなとはい。 まあその12歳の子とまあ22歳の,その女の方、10ぐらいの年の差はありますけども、まあなんかそういうなんていうのかな、恋人関係というのがまあ成立してたのかなと見る部分もまあなくもないんですよね、僕からするとっていうか、まあ一般的に見たら正直言った話、し、まあおかしいって見る人もいますよ。でもおかしいと見るのは僕これ偏見だと思うんですよ。 まあその10年の差ありますで、向こうは小学生です。で、お姉さんはもう、まあ、成人してますで、大学も出てるぐらいの年齢です。ね普通小2愛とかってなっちゃう、これ児童っていう扱いに、これ小学生6年生になるわけだから、児童っていう扱いになるんで、まあ、児童と当然成功を行っては,これはいけないわけですけども、じゃあ恋人関係がじゃあ成立することが気持ち悪いのかっていうと、僕はそうは全然思わないんですよね。 その法の下で一応13歳未満の,その方とは、えー、その恋人同士であっても、えー、成功を行ってはいけない。で、この成功を行った場合は、まあ、強制成功、もしくはその強姦罪が適用されるっていうのが、ルール上に、日本の法律上にあるもんですから、いくら愛し合う恋人同士でも、そこでセックスが成立したら法には抵触するわけです。日本という国では。はい。で、まあ、その上に関してね、まあ、あの、小児愛とか、あの、<laughs> ね、その性的趣向が児童に向いているっていうこと自体が、まあ、気持ち悪いとかっていう偏見のね、えー、目で見られるのは僕は違うと思うんですよあ。別にその人たちの肩を持つわけじゃないですけどもうんまあ気持ち悪いのかな、まあ、でもそうなんだから仕方ないんじゃない っていうのは僕を思う回ですよ。その女の人がそうだったのかどうかわからないけども、あの、小学生の男の子に対してそういう目で見てしまったわけでしょ。でもね、あの、正直言った話ね、その、普通の、普通の、ごく一般的な、平均的な23歳の女の人だったらそういうふうに見ないですよ、12歳の男の ただね、あの、12歳の男の子って言うと、まあ僕もまあ、男性なんでよくわかるんですけど、やっぱその12歳の男の子って、まあ体つきはだんだん今の、今の多分男の子は、まあ結構男っぽくなってきますよ。12歳ぐらいになれば。うん。やっぱあれじゃないですか、あの、<laughs> なんかすごいこう！女性の方聞いてるとなんかものすごい嫌なんですけど、嫌ですけどもう多分ね。男の方みんなね思うと思うんですけど、もう小,小4とか小5ぐらいのともう立つじゃないですか？言うわ。うん、ビーンってなるわけですよ。もう女の人の裸見るとビーンってなるんですよ。これは？男の人はね。まあ4-4ぐらいならばもう大体意識し始めたらそうなるんですよ。だから別に全然その小学生ぐらい。でせ 小学生同士のカップル同士で、ほんと気持ち悪いと思う人もいますよ。でも、小学生同士のカップルでセックスしたりとか、今あるんですよ、平気で。うん。僕は、僕の身内では、僕の身内では、僕はなかったですけど、僕の周りでも実際そういうのありました。小学生でセックスしてた友達とか、中学生でセックスしてた友達はいました。ないます。 まあ、その、それがいいことなのか悪いことなのかっていう、えことに関しては、あの、僕は別に悪いことではないと思ってますけど、基本的にセックスっていうのは子供を作る行為として今見られているので、まあ、その子供を作っても、じゃあ責任を取れない、これもう年齢関係ないです。子供を作っても責任の取れない親が、親になっちゃダメだよ。で、セックスしちゃダメだよ。欲望に任せて、そういうことしちゃダメだよっていうのはあります。 もしするにしても、ここはもう確実に子供ができないようにまあ100、100%ないけども、できる限り否認をするようにして、愛を確かめ合ってくださいという中でね、今回の話に移るんだけども、今回もね、悲しい事件、1月の25日とかかな、そのぐらいに悲しい事件があってね、虐待があったんだよね。栗原優愛ちゃんだっけね。 はい。栗原優愛ちゃんっていう子がね、えー逆、虐待されたという事件がありました。えー、父親はね、栗原優一郎っていう方らしいんですけどもね。はい。まあ、どんな感じっていうと、その虐待の内容がですね、ま、なね真冬に、えー、冷水シャワー浴びせる虐待っていう。で、しかもその、虐待するっていうことで、まあ、虐待があった事実はあるんですけども、何が問題かって、虐待も問題ですよ。虐待も問題ですけど、結局ね、そのね、この、 みあちゃんかなみあちゃんだっけなみあちゃんですよねみあちゃんが亡くなってるんですよ。うん で、家族が、その、妹と、その、お母さんと、4人暮らしだったのにもかかわらず、お母さんと、お母さんは、とにかく止めることができなかった。事件起きたのは、これ、千葉県です。まあ、事件の起きたのは、千葉県の田市、10歳の栗原美也さんに暴行を加えたとして、栗原雄一郎容疑者が、障害の疑いで逮捕されました。美也さんは、栗原容疑者の娘と見られ、年24日、娘と見られてなんだろうな。 て見られ、24日午後11時過ぎ、えー、栗原容疑者の通報を受け消防が駆けつけましたが、えー、宮さんはすでに亡くなっていました警察は日常的な虐待の可能性も含めて調べていますとで、ね、この情報を見ると、えー、容疑者のプロフィール、えー、栗原雄一郎、えー、41歳です、えー、千葉県野田市山崎の、えー、住所、えー、自称会社員であります、えー、妻が31歳ですので1 0 今年下のえ妻を持っています。10年下なんだね、妻が。で、みヤちゃんが10歳、えー。自分の子であれば31歳の時の子供、えー。この妻とであれば、まあ、どうなんですかね。妻が21の時の子供なんですね。ただ、超次女が1歳なので、 の軽く9歳の差があるんですよねでここら辺がなんかその間が空きすぎてるんじゃないのかっていう風な見られ方をしてるのでその母親の連れ子なんじゃないのかなって一般的に見られています。 これでさ、母親の連れ子って言うんだったら、まあ、一般的に見てね、あの、いけませんよ。いけませんけども、あの、一般的に見て、母親の連れ子だったら、その、暴力を振るわれるとかっていう、虐待とかっていうワードがね、きっちり当てはまる可能性っていうのは、まあ、なくもないんですよ。ただ、これ、自分の娘だったらどうなの逆にね、 ミ和ちゃんではなく、この次女1歳が母親の連れ子で、ミ和ちゃんが栗原雄一郎容疑者の、えー、実の娘だったらはまた違う、ね、連れ子だったっていう。それはないと思いますけどね。うん。ま次女も、次女も、次女が2人の子で、ミ和ちゃんがもしかしたら前のお父さん、前のお母さんの子供かもしれん、連れ子かもしれんみたいな。それは分かんないです。 でもね、ここね、しっくるくるのが、やっぱりみやさんが10歳っていう年齢なので、まあその、奥さんがまあ21の時の子、2人の子供っていう見方もできるんですけど、どうなんですかね、みやさんが奥さんの連れ子なのかも、もうでも、これは親父のつ、この、ユういちろさんのね、つれ子、ゆういちろうの、ユういちろユゆういち容疑者のね、うん、えまあ連れ子であればね、まあ、つじつも合うと言えば31なので合うんですよ。 で前の奥さんとの子供は美アさんっていうのだったら、まあ、辻つまは合うんですよ、年齢的に、ね。別に、その、今の奥さんが21で子供を産んだかっていうのは、まあ、わかんないですよ、21で産んでるかもしれないですけど、まあ、栗原雄一郎のさんの、ね、実語でこれ、まあ、容疑者の実語である可能性は、実施でね、ある可能性はありますよね、実施、実子実施。うん、えー。Facebook のアカウントの調査を行いましたが、本人の特定に至らなかったと。 えー、検索結果リンク、えー、これなんかちょっと見てるサイトがあるんですけど、はい。で、まあその、逮捕された時の、その容疑者の映像みたいなのは流れたんですけど、なんかフードみたいな被ってて、実際顔はあまり見えなかったんですよね。うん、で、現場がその、 普通のなんかこうマンションっていうかアパート、マンション、アパートの一室っていうかな、普通の、あれだね。で、虐待内容がですね、警察が本人にこの事情を聞くと、冷水のね、シャワーかけたりとか、首付近を両手でわしづかみにしたりする暴行を加えたと。 えー、風呂場で揉み合いになった娘が呼吸をしていないと110番通報があり、その風呂場で亡くなったようですが、えー、この寒い冬に冷水をかけるなど常識では考えられない虐待ぶりですと、はい。以前、真冬にマイナスの気温のトイレに裸で放置した虐待を思い出すことですね。これ、なんかあの、あのー、神久保明日香ちゃんのことですかね。はい。で、このミヤちゃんはですね、えー、体中に古いあざがあって、えー、日常的に暴行を受けてた可能性もあると。 まあこの、どのくらいの時間っていうのが、午前10時から午後っていう、ほぼ10時間近く、え、虐待を行っていた。うん。 で、まあ、2017年に、ね、一応児童相談所に一時保護されたっていうことがあってですね、まあ、そのミヤちゃんが小学校のいじめのアンケート調査に父からそのお父さんからいじめを受けていると答え児童相談所に一時保護されていたことがあった、まあ、そのどういうことでねそのミヤさんがね暴行を受けてたかこれはわからないけども例えばそのお父さんが再婚して実の娘なんだけども、えー、連れ子であの新しい奥さんと幸せになるために、えー み、まあ宮ちゃんが邪魔になった。えこの可能性っていうのもまあまあわかります。などしたら、そのお母さんが止めないっていうのもわからないこともないです。ただやっぱり、そのこの,ニュ,ースの全体図ニュースの全体図見ていると、やっぱりそのな女の子の泣き叫ぶ声が聞こえた、お母さん助けてという声が聞こえたということは、そのやっぱお母さんの連れ子なのかなっていうのがまあわかりますよね。うん まあこ,のね、こういうことになるとね、まあ、悪いのは明らかにその親になれなかった、えー、雄一郎容疑者なんですけども、やっぱりその保護できなかった自相が、まあ、責められることになります。うん、やっぱ児童相談所ってね結局通報されても結局何もできませんよねっていう。うんまあ、生活態度をめぐって口論。み、え、や、ーまあ、ちゃんの同級生の母がいいか、ね。 インターホン鳴らすと赤ちゃん起きちゃうからインターホン禁止。でも鍵を持っていない。お家に入れないからどうしようって言ってた。この赤ちゃんっていうのは妹だね。許せないいい子だったし、可愛かったし、娘とも仲良くしてくれたっていうね、うん。だからその近所の評判ということはですね、まあ評判はものすごく良かったらしいんですよね。このミアちゃんのはね。だけどもお父さんからは意味嫌われていたという。 えことになるわけです、えー、その一応この叫び声っていうのがあってその時はうるさいんだお前はとか殺してやるとかねえ死ね死ねとかねえ言っててギャーっていうね女の子の叫び声がよく聞こえてたとでお母さん怖いよという声も聞こえてたと、うん、まあそのお母さんが助けることができなかったっていうのはまああの まあそのその時ちょうど外出していたかまあそのもともとこう容疑者がですねその DV っていうか暴力を振るうのでその日常的に、えー、もしかしたらお母さん妹も暴力を振るわれてた可能性もあるとはいまあここまで来るともう虐待っていうかもう殺人に当たるんじゃないのかなっていう見られ方をまあしてますよねうん でまあ、その見方によってですねなんかまあ,あのそういう事実があったかどうかわからないですけどもここでさっきの言う、えーまあ、性的虐待というものがあ、まあ、出てくるんですよでその子供に対してのね、まあ、性的虐待値のはかなり問題視されていて あの実際まではそんなことあると思いたくはないんですけども、まず第一ケースにあの、母親の連れ子に対して性的虐待をする親がいる、その男親がいる。まあ、それがやっぱりその、その、なんていうのかな、こう、女性、その女子愛、まあ、児愛っていうか、小児愛というかね、まあ、その小さい女の子を性的趣向で見てる男が、えー、シングルマザーの、 えー、まあ娘を連れている女の人と、まあ、結婚する目的がその女の子にいたずらすることであったりとかっていうことがこれ実際あるわけですよ、うん、で自分の子じゃないからここってやっぱその成立しちゃうんだよねそれはまた気持ち悪い話なんだけども,、うん、もうまあその自分の子であってもこれ逆に成立しちゃうっていう場合もあって本当に実の娘に対してそういう目で見てる父親っていうのは世の中いるんですよ うん、だから気持ち悪いよねっていうのは思いますよねこれはね、うん、<laughs> だからやっぱりその全体的にその子供っていうのは大人からすればまあ無力なわけだからね <laughs> えー、まあその性的虐待っていうことをされても多分おそらくえー、まあ10歳ですけどかみずったりそういうことはできないんじゃないのかなと怖くて <laughs> で子供に対してまあ行われる性的虐待っていうのがどのくらい悲惨なものかっていうのは本当にね皆さんの想像を絶するものだと思いますよ。僕は実際見たわけじゃないですけども、そのほんの一例としてね、どういうことされるっていうと、まあその、ね、あの、なんていうの、こう、触、まあもちろん触られるとかね、えー まあその触られるってのはまあ胸であったりとかっていうことではなくても本当にその女性器そのものでままあもの、まあ、をねこう触られたりとかまたその男性器を触らされたりとかね、うん、舐めさせられたりとか、うん、ねあのじその自分でその裸になってあの一人でしてるというその行為をね あのまあ、見せつけられたりとか見せられたりとかもうそういうことも実はあってもうひどいところまで行くともう子供がまだその小学生とかであるにもかかわらずもう本当に3年生とかそのぐらいでももう強制性交っていうかもう、ね、その義理の父親なのか実の父親なんか知らないけどもこれ入れられてやられちゃうっていうもう。 うん、要は父親から日常的に、えー、家の中でレイプを受けてるっていうのがあって。でまあそういう話がね、まあ、実際問題じゃあのゲームの中とかねね変な作品の中とかそういうのじゃなくて実際に起きてるんだよっていう話。というのもねあの僕もあのこの YouTube じゃなくてね、ツイッターとかツイキャスとかってそういうところでやってるんだけど、前にそういう方に相談を受けたことがあって、うん、その方はですね、もう本当に、えー、小学生、本当に10歳とか11歳ぐらいから、えー、実のね、実の弟とか、実の兄とか、実の父親に、その日常茶飯事、えー、家の中でね、 家庭内豪姦というか家庭内レイプというかそういうものを受け続けてその精神を壊した女性がまあ相談に来たことがありましてまあそれで今もねあのトラウマじゃないですけど もうそ,の面そういうことが繰り返し日常に何1回とかじゃないですよ。もう毎日毎日その繰り返される悪夢のような日々。あの血のつながりのある父親と血のつながりのある兄弟に、えー、毎日回されながら、えー、交換されながらっていう日々をね、過ごしている。えー、やっぱり男女平等とはいえども女性は弱者なんですよ。これはね。 弱肉強食というかこの強いものが弱いものを従わせる、えー、その従わせる方法が暴力だっていう、えー、社会は永久に終わることはないんです、うん、だからこの子供っていうのはイコールもう弱者なわけだからその弱者をね大人、えー、近いとこにいる大人、えー、ましてや自分の父親が、えー ね、そういう性的虐待とか、まあ、虐待とか分かりませんけども、まあ、そういうことを行うと。<laughs> これがじゃ,れいいじゃあ許されていいのか、社会的に許されていいのか、社会的に許されていいのか、許されちゃいけないのかっていうことは、もう許されないにこれは決まってるわけなんですよ。やっちゃいけないことです。うん。これは子供だって分かること。でもやっちゃいけないことだけども。うん。でもやる人はいるんですよ。こういうふうにね。 やっちゃいけないよって言われてもやるんですよ。悲しいよね、ものすごくね、これって。うん、でも悲しいけど、残念ながらね、僕らはそれを。 えー、まあ静止すするこことはでできないですこうニュースになって、例えば今回だったら、この栗原美也ちゃんがですね、えー、ニュースになって、まあそういう虐待を受けて、まあ亡くなったっていうことを聞いて、初めて、まあ僕ら、その美也ちゃんという女の子のことを僕も知りませんし、多分、えー、リスナーの皆さんも多分あ知らないかと思いますけども、初めてそ,のそういう子の存在、その子の存在に気づいて、その父親許せないやと思う。 自分とは全く無関係のところで起きているその虐待に関しても知ってしまったら許せないなってなるご近所さんはしその人たちのことを知っているけども起きてから許せないってなるでもなぜ周りの大人、えー、少しながらそういうことに気づいていながら誰も手を差し伸べることができなかったんだろう結局は多くの人間っていうのは起きてしまってから言うだけは言うけども見て見ぬふりするんですよね うん、僕らはそうですよ。あの僕もそうだし、えー、多分皆さんもそうだと思います。何かこう、良くないことが起きていることは分かっているけども、自分がそこに関わってしまうと、やっぱ自分が何かこう、損してしまうというか、あのね、自分が変なトラブルに巻き込まれてしまうと思うと、人間っていうのは誰も自分が可愛いいもんだから、うん あの助けてあげられないんですよそこで正義感持って、じゃあここだったらこの栗原雄一郎容疑者の,その虐待がある事実っていうのが、まあ、なんとなく分かっている状態でね、みやちゃんのことをね、うん、連れ出して救って、父親のことをぶん殴ってやるぐらいのことできる大人って、僕はいないと思います。だって関わっても、一戦の得にもならないから。 それも正義感とかエゴでしかないから、これは。うん。だからなんだよね。でもこういうことがね、うん、起きてしまうと、やっぱりいたたまれない気持ちになりますし、うん。まあやっぱりその、他人って無力なんだなっていうのは、つくづく思いますね。うん。 まあ皆さんもね、まあ、自分のお子さんいるかどうかわからないですし、まあ、近所でこう虐待とかね、えー、いじめられてる子供とかいろんな、まあ、虐待を受けてる子供とかまあいろんな子いると思うんですけども、そういう子をね、まあ、その少しでも見かけたというかそういう心当たりがあったらね、うんまあ、自走でも何でもいいからもう連れてってあげて、相談してみるのもいいんじゃないのかなと思います。こういう悲しい事件が起こるとちょっといただまれません。 トミーでした。聞いていただいてありがとうございました。